自由の国、アメリカ。皆さんはこの国に、どんな印象を持っているだろうか？個人の自由や多様性が尊重され、個性を大切にする姿勢は、とても魅力的に映る。だが、アメリカ生まれの一致によると、どうやらアメリカは、狂っているらしい。今回はアメリカで生まれて、そこで25年暮らした一致が実情を語ってくれた。後半では SNS を見たアメリカ人が憧れている、日本のあれについても紹介する。最後まで楽しんでほしい。実はアメリカ生まれの Y が、アメリカ人に対する誤解を解くすれ。25歳までアメリカ住んでました。親はどっちも純日本人で日本国籍です。誤解とは？アメリカ人って陽気でフレンドリーでスキンシップ大好きで、自由で進歩的な人たちだと思い込んでる日本人が異様に多いからさ。ポリコレとかでイメージ変わってきてると思うよ。個人的には表面的で同調圧力が強い印象の国。大体合ってる。アジア人はいめられがちなの？アジア人は大抵ガリ弁かオタクって扱いなんで学校では陽キャにいめられるよ。日本人イコールメガネをかけたガリ弁というのは、アメリカ人に限らず外国人が日本人に抱くイメージの一つらしい。基本的に深く物事を考える人ってのがいなくて、ステレオタイプなイメージで他人を見るのが基本だから、アジア人はこういうもの、っていう固定観念でしか見てこない。それを超えるのはめちゃくちゃ仲良くなるようなきっかけがないと無理やね。アメリカ人ってば、ってイメージしかないけど、頭いいやつとかそこいらにおるんか。高校くらいまでは割とどんな層もぐちゃぐちゃにまとまっているよ。違いは親の収入で住む地域、通う学校、関わる人間が変わるくらい。はい、そこは日本と一緒なんやな。決定的に違うとすれば、多少の収入差ならひとまとめだけど、中流階級と貧困層は基本、一生であったり関わることがないくらいかな。犯罪以外で。くさ、治安悪すぎやろ。格差で断絶してるからね、ほんと襲われるくらいでしか関わりないのよね。高校出たら、脳みその出来で住む世界が変わる。このあたりからインテリアジアンとかインド人とかが無双し始める。彼女できた？できたよ。でも同じアジア人だね。韓国とか中国の人。日本人の日焼けに関する知識はどれくらいの人がわかってるの？タンニング、日焼けの概念はあるし、白人でも小麦色に焼ける人はそれなりにいるよ。赤くなるだけの人が大半だけど、日焼けをわかってないんじゃなくてアジア人を自分と同じ人間と思ってないだけ。アジア人なんて人間じゃねえぜって具体的に考えてるわけじゃなくて、アジア人だって人間なんだから日焼けするよと言われないと、人間だったことを思い出せない感じ。あとアメリカ人ってデブ多いイメージあるけど実際どうなん？健康的な食事とか取れるんか？デブは多いと思うよ。まずアメリカでデブになるのは低所得の家庭の人たちなんだわ。健康的でヘルシーなものってお金持ちしか食べられない。で、貧困な人たちってたくさんいるからデブも多い。アメリカ人ってあんまり自炊しないのね。やるとしても本当適当に肉焼くだけ、卵炒めるだけみたいな大学生の一人暮らしみたいな。何食うかっていうと低所得の人たちって安い冷食とか食うんだよね。毎日マカロニチーズとかラザニアとか、冷凍ピザとか食ってんの。アメリカ人って効率中だから高エネルギーイコール効率いい食事と思ってる人が多いので基本カロリー型。金持ちはデリバリーでシャレオツなものを食べる。よくドラマとかで見るプロムは言った。あれクラスの何割くらいが行くんや。プロムとは、卒業前に開催されるフォーマルなダンスパーティーだ。主にイギリス、アメリカ、カナダの高校で行われている。ワイは言ってないよ。ああいうのって白人と黒人の陽キャのイベントだから、アジア人とか言っても何も楽しくない。ヒスパニック系の人もあんまり行かないし、ほんと白人黒人だけ。やっぱ人種でだいぶ分かれるんやな。日本にはない感覚。学校によるのかもしれないけどプロムの招待状がアジア人とその他で違ったりするし、明確に来なくていいぞの意思を感じる。やっぱそうなんか、そういやアジア人がハイスクールのドラマでプロム行ってるシーン見たことねえなとは思ってたが。アメリカでの子供時代の生活も日本と結構違うと思う。基本外遊びは NG。高校生になるまでは子供だけで行動するのも NG。門限あり、単独行動 NG と制約がやたら多い。だからガキ時代はゲームにハマるか、スポーツクラブとか入って活動するかみたいな感じになる。あんまり友達と遊ぶみたいなのないんだよね。友達と遊ぼうぜとかになると親もついてくるし。つかロシア人の方が陽気なイメージあるな。今まで会った人の中で一番陽気でフレンドリーだったのはどこの国や？ロシア人って女の人は陽気だけど男は基本むっつりしてて笑わない。怒りっぽくて喧嘩をして印象強い。ほえ、なんかダンスバトルをそこらでしてボッカ飲んでるイメージが強いわ。この前ロシアミーム集見てたらお、んこ、って叫びながら踊ってたからさ。そんなのないよ。そういうのが許されてる特定の場所だけやろ。ロシア人って笑顔イコールうさんくさい、喋るイコールめめしい、はしゃぐイコールガキって思想の人多いから、ずっとムスッとして黙ってる人多いよ。ちなみにロシア人は笑顔向けるだけで、
詐欺師野郎扱いしてくる影、認定してくる。それで思い出したけど、アメリカ人って、すぐゲ、扱いしてくるってマジ？うん、ステレオタイプな男性のイメージと違えばゲ。ドラマと映画でアメリカに憧れ持った人多いと思うわ。今はドラマの中じゃゲ、がキスしまくりやし、憧れる人いるのか微妙やけど。アメリカ人って、クタクタの T シャツかパーカー、ジーパン、汚いスニーカーが基本スタイルなんだけど、おしゃれすればゲ、おろしたてのピカピカの衣服だとゲ、靴が綺麗だとゲ、みたいな感じ。ゲ、って日本で言うほ、みたいな感じ？それともガチでネタにならんくらい嫌悪されてるん？どっちかって言うとぶん殴って言いたい名分みたいな感じの言葉。アメリカでは近年、同性結婚の合法化や性的指向に基づく差別の禁止など法整備が進んでいる。だがその一方で、依然として差別や偏見に直面する課題も残っているのだ。南部は気性が荒いから行くなら気をつけろ。北部は傲慢で鼻持ちならないから騙されるな。存在どっちも気のいいおっさん多いのになんでなんやろな。戦争の名残。なんで同じ人種でつるむんやろな。ゾーニングした方が安全だから揉め事にならないように、何きっかけで地雷踏むかわかんないし、地雷踏んだせいで賠償とかきつすぎる。性格がいい奴が多い地域とか州ってどこ？アイダホとかオハイオとか、治安が良くて人がイライラしてない。なるほどね、メキシコに近い地域よりカナダに近い方が民度高そう。南部は基本治安良くないよ。カリフォルニアとフロリダも、いい方ではないね。そいや、イッチはどこにいたんや？ワイはボストン生まれ、住んだ地域はオハイオ、フロリダ、カンザス、ニューメキシコ、ワシントン。すげえな、トヨタか何か？おっぱれそうや、いいとこついてる。結局観光程度が一番なんやな。フィラデルフィアのゾンビタウンを動画で見たけど行政は何しとんねん。行政がギャングとか中国や北朝鮮のブローカーと癒着してるから永久に良くなんないよ。物価日本に比べてクソ高いってマジ？都会は、そ高いよ。コンビニで300円ちょいで買えるサンドイッチがアメリカだと1400円くらいになんのかな。田舎行けばまだ日本で言う、富士山の売店価格くらいのイメージで済む。標高が高く物流が限られているため、富士山の売店での価格は平地にある一般的な売店やコンビニと比べて大幅に高い。500ml の水が400円、カップ麺が500円など、通常価格に対して、約 1.5 から2倍の価格で販売されることが多い。日本より最低賃金が高い地域で日本より住みたいって思える場所は？むずいね。日本人から見たらアメリカってどこも不便だと。車の運転好きなら苦にならないかもしれないけど、とにかく車移動する前提の生活環境だから、基本的に都市部には住めないから、郊外に住むんやけど、アメリカってでかいやん。その郊外がすげえ遠いねん。通勤のために片道に3時間車飛ばして通う人とかゴロゴロいるよ。それもほぼ直線道路で180キロとか出して2、3時間。直線道路だからすげえ眠くなるんだよね。EV はアメリカじゃもうオワコンって聞いたけど。ああ元からあんま人気ないからね。ガソリン安い国だし。うへえ、車の故障が致命傷になるからいつもいじくってるんやっけ。保険も高いから健康のメンテナンスに気を配ってるとか、医薬品の知識も仕入れて自分で処方してるとか。うん、車大事にしてる。マジで生命線だから。車が趣味ですみたいな中流階級以上の人はテスラとか欧州車の EV 乗る人もそれなりにいるけど、そうじゃないめちゃくちゃ車酷使してる労働者階級の人たちって EV なんか買っても不便なだけやし、コスパも悪いからガソリン車やで。あと大体の人は金持ちじゃなくても予備の車も持ってる。なんかあったら困るから、男も女も大体免許持ってるし。アメリカでは16歳以上が運転免許を取得できる州が多く、文化的にも車社会として知られている。そのため、一般的には比較的早い年齢で、男女問わず運転免許を取得する傾向があるようだ。それだけ広いと土地余りまくって住宅とか広そうやね。逆に一致が日本に来て苦労したこととかある？孤独を感じるくらい。一人で外食しないってマジ？おおむね合ってる。基本的にお店に入ってテーブルについて食事をするっていうスタイルのお店には一人では行かない。例外はファストフードとか、スタバとか、ダイナーみたいな、労働者が一人で飯食っていいってことになってる店。そもそもあんまり単独行動しないんだよね。5人逮捕されたり、犯罪に巻き込まれたりした時不利すぎるってのもあるし、カップル文化すぎてお一人様は、ひどく哀れな存在ってことになってるから、一人飯したかったらドライブスルーある店にしたり、注文だけして車に持ってきてもらうとかする。5人逮捕とかあるんや。多いよ、アメリカってどこも警察官人手不足でなり手が少ないから採用基準がバガバになってさ、適正ない偏屈で偏見あって頭悪くて乱暴なバが呼ばれるからなるようなこともすんごく多いんだよね。なのでそういう連中が頻繁にやらかす、男に威張りたいみたいな動機でなる女性も多くて、気に入らない男に難癖つけて逮捕してクビになるとかすんごい多い。怖すぎんかこれ。アメリカ人が孤独のグルメ見たら文化の違いでびっくりしそうやな。
あたかも旅行者ですふーってスタイルなら察してくれる。首からカメラ下げてるといいよ。地元のアジア人に見られると、ぬほど絡まれるよ。それがフレンドリーと思って喜んでる日本人もおるけど。メキシコ系がやたら日本人にフレンドリーだって聞いたけどどうなん？南部の観光地とか行くとメキシコ系移民に絡まれたりするはするけど、お金目的だよ。アメリカってビーガンが大量にいるんでしょ？結構いるんじゃないかな。宗教的にビーガンって人も古くからいるし、割と出くわすからね。ただそんな溢れてるって感じはない。ビーガン生活できるような人ってそこそこ裕福だから。そう生きづらそうやんアメリカ。あーうんすごくね。チナイッチはメガネかけたりしてるん。アメリカ人のイメージするアジア人ってみんなチーグーみたいなイメージあるけど。かけてないよ。見た目イケてても相当陽キャ金持ちじゃないとオタクのイメージなんかね。こいつアジア人だからガリ勉かオタクやな。で終わり。それ以上の観察や思考はしない。これがアメリカスタイル。やっぱ家に銃とか置いてあんの？州による、そもそも持つことさえ許されないところもあるから、ワインチは点々としてたから基本置いてない。ライセンスとか届け出とかめんどくさいんだよね。南部にいた時だけはあったけど。好きなドラマ映画漫画はある？向こうではオタク文化はどういう扱いなの？オタクはオタクとしてば、にされてるよ。でもナルトとドラゴンボールだけは特別。この話だけは大体誰でも通じる。ナルト人気が気になってて、どうしてそんなに人気なんだろう。和風テイストが効いているのかな。まず忍者がやたら人気、タートルズとか忍者スレイヤーとかが元なんだろうけど。NHL 好き？ワイはホッケーは見ないな。やっぱ人気は NFL？ 州によるかな何が盛んかは、でもホッケーとフットボールはかなり人気高いと思う。そうへきちゃうかな。NHL は北米プロアイスホッケーリーグの略称。NFL はアメリカ合衆国のアメリカンフットボールのプロリーグだ。どちらも野球やバスケと並んで、アメリカで人気の高いプロスポーツである。銃社会ってどんな感じなん？街中歩いてて銃突きつけられたりする？一般家庭でもみんな銃持ってるんか？そんな日々見かけることはないよ。ただ夜中になると銃声聞こえてきたりするし、毎日近所のどこかで誰かが撃たれて、出る、怖いなぁと思いながら暮らしてる。突きつけられることはそんなに頻繁でもないけど、追いはぎ棒とかに銃向けられることはあるし、コンビニ的な商店で買い物してると黒人が拳銃持ってゴーに来たりとか、そういう場面に出くわすことはたまーにある。でもこれ予定調和みたいなもんで対処法も決まってて撃たない前提で儀式的なやり取りをして金を渡すだけやからそんなに怖くはない。黒人犯罪者やった多いんか？言うほど差別対象になってるんか？現実。多いよ。でも多いって言うとレイシスト扱いされるからアメリカに住んでるうちは誰も口に出さないけどね。店が保険かけてるんやっけ？うん保険ある。ゴー、してる側も金取ってるくらいなら警察なんか捜査もしないし捕まえにも来ないから、人なんか、さない、気まぐれに捕まってもすぐ出てこられるし、ストそうはいかなくなる。アメリカの貧困層って人口の4割ちょっとなんやけど、その貧困層のうち8割が黒人、スラムに住んでて男はギャング、女はバイ、不になるそういう人たち、なので黒人の犯罪率ってすごく高いのよ。アメリカでの犯罪率は、人種や地域によって異なるため、単純に、黒人の犯罪率が高いと一般化することはできない。だが一致の言う通り、社会経済的な要因や地域の状況、教育レベル、雇用状況など複数の要因に影響されている。アメリカ人として、または日本人としてどちらが大統領になってほしい？ふさわしいとかじゃなくて損得感情で。あんまり変わらないと思う。そもそも大統領候補になるような人たちって、上流階級の人たちで住んでる世界違うから、中流から下のことなんて何も考えてないよ。カッコつけて聞こえのいいことを言うだけやし、誰でもね。縁故のある党派とか州が潤って、そのあたりの景気が良くなることがあるという程度の損得感情でしかないから、ぶっちゃけ誰でもええ。それもそうかワイも政治なんて難しくてわからんし、一致は普段どんな趣味やってる？ワイはゲームくらいやな。アメリカって割と趣味に寛容じゃないから、そんなに幅ないんよね。それが染みついてる。ホットドッグってアメリカ人の食い物だと思ってたんやけどそんなに食わないん？昔は屋台とかの木先で気軽に買えたりしたけど、そんなにみんなして食ってるわけでもないかな。今はあんまり見なくなったし。ホットドッグとかはどっちか言うたら、お金ない層の人たちが朝早く仕事に出るときに、職場の近くで買って歩きながら食ったりするもんって感じ。個人的にパンの間にあるのがソーセージかパテの違いだけだと思ってるんやけど、アメリカ人的にはそこが大きな違いなんかな。食文化って面白いな。アメリカ人の考えるハンバーガーって皿に乗って出てきて、ナイフとフォークで切って食うかがっつり潰してからかぶりつくイメージあるかな。がっつりめの食事。はい、アメリカ人的にはマックとハンバーガーは別カテゴリーなんやな。面白い。カップ麺と店のラーメン違うと考える日本人みたいな感じなんかな。タコスのファストフードやあるのは素直に羨ましい。タコベルやろ？
テクスメクスってやつで、いわゆるインチキメキシコ料理のことやけど、本場のタコス食うよりうまいで。せやな、日本は絶対してもうたから無念や。イッチはダニートレホのタコス屋行ったことあるんか？ないなぁ。そうなんか、アメリカ旅行であそこに行くのがワイの人生における目標なんや。有名な観光地に地元民は行ったことないみたいな原理と似てるかもしらん。そういうもんなんか、地元民は外食とかってどんな店行くんや？あんま外食せえへん。基本高くてまずい。外のもん食うときはデリバリーかな。あとはファストフード、マクドとかタコベルとか。味保証されてるし外れない。ダイナーで安いコーヒー飲んでサンドイッチとかチリコンカン食べたりはせんの？まずいもん、すごくね。日本料理と比べて味付けが濃く、甘さや塩分、脂肪分が多いことがアメリカ料理の特徴だ。これが好きだ、という人もいれば、イッチのように苦手だと感じる人もいる。アメリカ人って食事のうまいまずいを日本人ほど気にしてないんよ。だからそこそこまずくても食えやく。だからアメリカの外食産業ってそこそこまずいが溢れてるんよね。ワイはアメリカ生まれとはいえ親は日本人だから食い物に関しては、親の教育のせいで贅沢になってる。旅行するときはガイドブックにきちんと載ってる評判の店だけにした方がええで。日本人より妥協点が低いから、経営する側も低い妥協点に合わせて味作りしてる。なので日本人にしたらえらいまずい。マクドとかタコベルみたいに全国展開してるところは、味の妥協点がいろんなところで受け入れてもらえるように高めになってる。なので安定してうまい。アメリカ人って合理的だと感じるものが美徳だから採算より味、みたいな思考には絶対にならない。軍人は社会的地位がめちゃ高いイメージあるけどどうなん？アメリカは軍人がちゃんと敬意を払われるのがええわ。幹部でも脳筋場、扱いされる日本とは大違いよ。現役はね、退役するとそうもいかない。しかもベトナム戦争みたいに負け戦してきた退役軍人とか傷病退役した人とかは差別されてるよ。ホームレスも多いし。退役した士官は再就職恵まれてるイメージあるけどな。政治家とか実業家にも元海軍隊とか多い気がするで。ものすごく偉くなってしっかりコネ作りしてればね。とにかくコネ社会だから、そうじゃない人は即罪。ただ退役しても公の場で軍服着て勲章を拝領できるのが羨ましいわ。自衛隊だと退役したら制服も着れんし防衛記念章もつけられん。それに現役でも違憲だの軍隊だの赤どもに言われる日本よか米軍の方がマシよ。マシかマシでないかで言えば、マシ。でも救いがあるのは血統や家系に優れたエリートだけ。一般人は無理。タフガイは実は心弱いってアメリカドラマだとよく見るけど実際どうなん？肩肘張ってオラオラ俺様マッチョだぜ。って感じのやつは大体頭悪くてメンタル弱いよ。味が保証されている大手チェーンや、出来合いの冷凍食品が人気のわけやな。ほんまずいんやな。うん、美味しくない。日本人って美味しくないもん食った時すごく損したような嫌な気分になると思うけど、アメリカ人気にしないんだよね。でもエネルギーだからみたいな感じで嫌な顔しないで食う？仕事中の食事とか夜食ならなおさら。外国人が日本に来て外食がうまいっていうのはよく聞くけど、逆に日本人がアメリカに行って嬉しくなることってあるんかな？うん、ピザが安い。あと小麦が産地なのもあって、ちゃんとしたところのパンがめっちゃうまい。パンケーキもそう。ちゃんとしてないところのは保存量たっぷりのメキシコのパンするからまずい。アメリカは金ないと小麦のパンではなく、コーンブレッドのイメージ。さすがにそこまでは、こういうのもあるし。ちなまずいよ、バサバサ。映画とかやと軍隊や貧困層がコーンブレッド食べるシーン多かったが、安い小麦パンもあるんやな。多分保存期間の問題なんじゃないかな。とはいえワンダーブレッドって1ヶ月くらい持つんだけどね。日本の食パンって1週間ないやろ。1ヶ月持つ食パンやと。保存量とか防腐剤てんこ盛りなんすよ。合理性を愛するアメリカ人は本当に保存量と防腐剤大好きなの。牛乳も2ヶ月持つよ。ひえ、アメリカは国土が広大なため、食品は長距離を長時間輸送されることが多い。そのため、消費者の手に届くまでの日数を考慮して、食品が日持ちするように設計されている。ただし、健康面を気にして新鮮な食品や無添加食品を選ぶ消費者が増えているのが現状だ。弱食料も合理性の観点からよく使われるんか？うん、使われる。青大好き。ちなみにお金持ちはそういうの一切食べないです。食べないように教育されると同時に貧乏人に食べさせる方法も学ぶんやろ？そもそもお金持ちの生活圏で売ってないしね。弱食料ぶち込む、見た目良くなる、簡単、合理的、アメリカ万歳って感じ。やっぱ先のことはあんま考えないんか。うん、そういうのはあんまり気にしないね。なんか問題あったらその時訴訟起こせばいいやくらいのノリ。イッチは普段は何食べてたんや？アメリカでの好物とかおすすめは？母ちゃんが日本食作ってたよ。日系スーパーあるから、そ高いけど日本のもの買えるし。アメリカでおすすめの外食ならピザやね。ピザバーみたいな店が大体どこの街にもあるんよ。ピザ食いながら酒飲めるところ、
そういうのはあんまり外れないし値段もそんな高くない。あとは冷食やね。冷食文化発達しすぎてまずいの探す方が難しい。支払いは現金は少ない。キャッシュレス化してる。どっちも使えるよ。クレカの方が多いだろうけど、そこら中に ATM あるから現金でも困らない。そしてそこら中でスキミングされる。ひえ怖いんを。スリとかゴー、多いからクレカの方がいいってのと、少額入れたダミー財布あった方がいいよ。ゴー、に絡まれたらそれとスマホ渡して地面に伏せれば大丈夫。ラスベガスで黒人の4人組に写真撮ってって言われて撮ったら、お礼に君も撮ってあげるって言われて撮ってもらったら金要求されたわ思い出。映画やドラマやとやたら豊富な語彙でまずい飯を批判するが、実際はそこまで気にしないんやな。生活上の価値観がだいぶ違う気がしてきた。要するやな。実際に住んで生活している一致の言葉には説得力がある。キラキラしたイメージと違う現実に、少しショックを受けた人もいるのではないだろうか。やはり実際に住んでみないと、わからないこともあるのだろう。ここからは隣国である韓国人が、アメリカで感じたアジア人に対する扱いを紹介する。好かれてはいるものの、なんだか違和感を感じるようで。韓国人、米国に住んでみて、アジア人の立場をようやく理解できた。アジア人はこいつだ。米国でアジアは C3PO くらいのポジションだと思う。特に人々が嫌がることもなく、むしろ仕事ができるし、気さくだということで好かれている。しかし、人ではない。なんとなく想像できてくさ、いい例えだな。言えて妙だな。なるほど。しかし、人ではない。声出してはろた。なるほど、アジア人差別やめろ。って言ったらあいつら本当に、何を言ってるんだこいつは？って顔するもんな。差別も、そもなくそもそも人間にカウントされてないとしたらもろもろ特進がいく。わろた。悪意の有無はさておき、すべてのアメリカ人がアジア人を、人外扱いしているわけではない。だが無意識の偏見やステレオタイプによって、アジア人に対して不適切な判断をすることがあるようだ。C3PO 見てると、たまにどつきたくなるよな。日本人の東南アジア人とかの扱い見てたらそうなんだろうなと思うわ。大谷がユニコーン扱いされてるのもぶっちゃけそういうことだからな。日本人が黒人のムキムキアスリートを人外扱いするのと同じような感覚で、たまに出るアジアンスターは総じて人外とカウントされる。欧米にいる男アジア人の結婚相手ってどんな感じなんやろ。アジア人女かける欧米男は腐るほどおっても、アジア人男かける欧米女はレアやからな。ピートローズの嫁は韓国人。そう考えると男アジア人が恋愛するのも大変じゃね。同人種の女アジア人はまだ白人黒人に相手してもらえるから取られるわけで。だからこそ人口多いんやで、マンボウとかと一緒や。韓国兄さんって鋭いよな。通訳ドロイドのくせして空気読めないし皮肉吐いてくる、やべえドロイドじゃん。アメリカ人、ジャパンに帰れ、チャイニーズ、韓国人留学生が言われた言葉。さすがにかに。ただのアホやんけ。むちゃくちゃすぎてさすがにさ。そもそも人間の大半はアホなんや。特にアメリカなんて地理を大学で専攻してたり副専攻にしてたりでもしない限り東アジアは基本一緒くたにされる。移民一世はまだしもアメリカで生まれ育って距離置かれるアジア系アメリカ人ってかわいそうだよな。アジアンなんて元はジャワ族やろうから C3PO なんて出世したよ。ものすごく的確でくさ。日本人も韓国人も区別できんやろアメリカ人に。日本における白人以外の外国人の扱いみたいな感じか。差別する気はないけど人間とは思われてない。アメリカのマッチアップで一番不人気なのはアジア男と黒人女。なんか想像つくわ。東アジア人やインド人はまだいい方よ。東南アジア人なんかが一番悲惨。経済力も乏しくコミュニティも貧弱そのくせ問答無用でアジアの枠でくくられるんやから。まあアメリカはかなり差別がマシだから C3PO なんだよ。西欧、特にラテン系のアジア差別は普通に終わってる。確かに何も悪いことせずただ街歩いてて、ゴー、チャイニーズ、は普通じゃないな。ひろゆきの顔がムカついたのか人種差別かどっちかや。ヨーロッパ特にイタリア、フランスあたりは差別やばそうやな。オーストラリアとかもひどいって聞くけどどうなんやろ。アメリカで東洋人の男に生まれたら問答無用で弱者男性枠なのかわいそう。親が鬼畜すぎるよ。移住一世は自分で住みたくて来てバイタリティもあるからええけど二世はかわいそうよな。自分があっちで生まれ育つって考えるとゾッとするわ。確かに一世は覚悟してるもんな。在米日本人は白人黒人ヒスパニック中国韓国から嫌われ襲われるナイトメアモード。一生よそ者扱いで生きていくとか、そつらくない？やっぱりアジア人は自分の国でしか暮らせんわ。稼げら何人でも楽しい国やで。ワイラもアメリカ人とフランス人とドイツ人とイタリア人とロシア人の区別つかんし、なんなら日本人と中国人と韓国人の区別もつかんぞ。C3PO ならだいぶマシやん。実態は一緒くたにされてチームが利便をさらに激しくしたようなキャラ付けされる印象やが。センスありすぎだろ。わかりやすいな。
アメリカ、ヨーロッパは白人黒人多数、アフリカも黒人白人多数、アジアには白人も黒人もあまりおらん。だからアジア人は未知の生物でロボット扱いなんやろな。でもサウジとかのアラブ系アジアはまだ馴染めてそうやし、何が違うんやろな。コーカソイドやし、どっちかというと欧米人に近いからな。そもそもアジアって枠自体が欧米のアホが勝手に言ってるだけで、全然実態に即してないわ。トルコより東の連中全部、とかいう外外基準やし。コーカソイドはいける、モンゴロイドは無理なんや。コーカソイドとモンゴロイドは、人類を人種的な特徴で分類する用語だ。コーカソイドは、ヨーロッパや西アジア、北アフリカが中心。モンゴロイドはアジア系や先住民の遺伝的特徴を持つ人々を指す。容姿以外恵まれてるから白人にも黒人にも嫉妬されるのがアジア人。容姿×、運動能力×、度胸三角、学力二重丸、絶対、見られるステータス特性で草。アメリカはこれでもアジア人にめちゃくちゃ優しい国って聞くけどほんま怖い。ヨーロッパのアジア人見下しどんなレベルやねん。C3PO に恋はしないけど楽しく会話ぐらいならするもんな。ただごく稀にゴスズキみたいな変わり者に好かれたりすることもある。言えて妙やな。ワイはモンゴロイド好きやけどね、薄い顔の方が。まあでも、モンゴロイドでも長身マッチョイケメンはモテるで、人種的に長身マッチョになりにくいというのが構造的問題だから、何の慰めにもならんが。IT、アメリカ、経済、アメリカ、文化、アメリカ、ヨーロッパ、医療、アメリカ、エンタメ、なら勝てるか？アニメ、漫画、変態あたりで。世界で一番序列が低いアジア人の中ですら弱者とかも終わりだ弱い。学びがある。未だにドラマや映画でもこの扱いだしな。ポリコレポリコレ言ってんのにアジア人への待遇は変わらない。日本でイケメン高身長とされたダルビッシュですら、アメリカだと人種的にバ、にしてくるやついたからな。人ではない、白人。ルッキズムになるけどアジア人って顔は平らで目も細くて表情の変化も少ないじゃん。各パーツの変化幅も狭いからみんな同じ顔に見える。普段から白人見て暮らしてたらこいつらが同等の知能と感情持ってるって感覚持てへんやろ。まあ表情豊かな方が親しみやすくて知性的に見えるらしいからな。坂本龍馬はかなりマシな方だろ。日本人のブサイク加減なめんな。なんか草。ハリウッド映画とかの中盤以降に不意にアジア人映ると、奇妙な生き物に見えることはあるな。映画の世界に入り込んで白人の視点になるとそう見えるんだろう。最初からアジア人出てる話だとそうはならん。明らかに異質なんだよな。黒人も白人とは別の生物だけど、画面には馴染んでる。美醜やなくて異物感があるんよな。よう考えたらアジア人の中に白人が一人おっても違和感やばいし当たり前のことやな。ネグロイドとコーカソイドがたまたまある程度親和性あるだけで、モンゴロイドはモンゴとしか馴染みまない。なんかちょっとわかるわ。軽く見られてるし輪の中心にはならんよね。エルフって聞きましたけど。ドワーフや。マイノリティのくせに収入安定してるやつ多いから黒人にひがまれてるって聞いた。アファーマティブアクションでイエローが割り食ってんのほんまひどいわ。丸メガネした日本人に見えてきたわ。言えて妙で草。韓国人は大人気なはずだろ。それがワイたちが思ってるよりも人気ないらしいで。ポリコレって黒人には手厚い割にアジア人にはめちゃくちゃ雑だよな。これはうまい分析。よかった、R2D2 じゃないんだね。アジア人差別については、時代とともに意識が変わりつつある。社会全体として多様性への意識が高まり、企業や学校でも包括的な教育や差別防止対策が進められているのだ。だがルールができたからといって、意識や国民性はすぐに変わるものではない。渡米する際には、理想で語れない部分も知っておくのが身のためだろう。ここからは少し話題を変えて、アメリカ人が憧れる日本について触れてみよう。SNS の普及によって、意外なものが受けているらしい。動画、アメリカ人さん、日本の学生生活に憧れてしまう。またうちらの国がなんかやっちゃいました？それには、日本とアメリカ、それぞれの学生を比較した動画が貼られていた。TikTok の天才だったので全てをお見せすることはできないが、日本は高校生たちが部活や夏祭り、修学旅行など、高校生活を満喫している様子が映されている。一方で、アメリカ側は学生同士が殴り合いをしており、それを複数人がスマホ片手に眺めている、という内容だ。アメリカの方が楽しそうやんけ。ちい男ちい女にはそんな楽しい感じにならん。集団で集まってくだらない喧嘩したりで日本もこんなんだよな。銃乱射がないやり直し。アメリカの学校って日本の学校の持ち物検査のノリで、警察が校内に踏み込んできて薬物ないか調べ上げるらしいな。同級生が薬の売人とかやからな。銃もな。黒人の犯罪とか暴力事件がフォーカスされがちだけど、トランプの件以外でも白人のミリオたち銃の乱射事件って多いよな。アメリカもなかなか終わってんね。確かにアメリカの高校生になりたいとは思わへんな。カーストがきつすぎる。映画とかのアメリカの学校のイメージは、あの独特なロッカーやな。どこもあんな感じなんやろか。
一般的には、アメリカの学校では生徒が教師のいる教室に移動する。日本のように教室で自分の机に座り教師を待つ、というスタイルとは異なる。そのため、多くの学校にあのロッカーが設置されており、教科書などがしまわれているそうだ。アメリカは現実的に謝、されるのがあり得る時点で論外や。アメリカはワイが学生の頃に妄想してた、銃持った人間を倒すやつできるやん。日本だってまともに過ごせるの陽気だけやしな。まああっちみたいに人種とかポリコレでカオスにならないのはマシかもしれんが。外人 A、なんで日本のアニメは学生ばっかりなんや？外人 B、日本はモラトリアムを卒業したらその後ずっと働く地獄だからやで。最近はそこまででもないような、傷病手当や休暇で1年や2年平気で休んで帰ってくるやつおる、ただしまともなとこの正社員とかだけど。それが地獄じゃないと思ってるお前の頭が怖いよ。あっちはナードに対して厳しすぎるのは嫌やな。ドラマとかでもイケてるイケてないをやたら気にしてたりカーストみたいでな。こっちだとオタク同士でつるんでても何もされんけど。日本の地位遇に対する風当たりより全然マシだが。ナードは、主にアメリカで使われる俗語だ。学問や特定の趣味に深く没頭し、社交性が低めの人を指すことが多い。日本の言葉だと、オタクが近い意味だろう。やっぱ物騒なのは嫌や。フィクションとリアルを比較するか。隣の芝生は青いのアメリカ視点やね。右と同等の比較対象になるのは旭川 JK やろ。対等な時点で右のがマシやろ。アメリカ人ってすぐ殴り合い始めるイメージだわ。アメフト部の男とチアの女が生きてるのってドラマ以外でもあるんかな。アメリカの方マジで女子高生なの。すげえ格好やな。おしゃれとか興味ないんかな。制服でスタート地点横並びにできるのはでかいと思うで。これこそ真の平等な世界や。アメリカは通う高校の場所でだいぶちゃうやろ。低所得者が多いエリアだとヤバいらしいな。ぶっちゃけ日本って国ガチャ SSS ランクの大当たりやろ。銃で、棒なんてのはアメリカ人にとったら交通事故にあったぐらいの感覚だからな。アメリカに憧れるやつって映画とかドラマの影響受けてそうなるのか、アホすぎないか。ビバリーヒルズ青春白書ってタイトル通りお気楽極まる内容かと思ったら、シリアスな問題バンバンぶち込んでてびっくりした。こんな感じの喧嘩と大量の窃盗動画はやたら見る。Y の高校橋館と浜辺南おらんかったけど、Y は USA の方が好き。みんな仲良しみたいなの吐き気がするし。Y 公認、低めの見物。アメリカと日本、食生活や教育環境、物価、政治や偏見など、想像以上に、多くの面で異なる国のようだ。どちらの国がいいかは、皆さんのライフスタイルや価値観によって異なるだろう。お互いの違いを理解し、理解を深めることで、よりいい未来を築いていくことができたらいいと思う。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんはアメリカで暮らしてみたいですか？よかったら教えてください。動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。